4種混合ワクチンは、正式には、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ混合ワクチンと呼ばれ、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオの4つの病原菌に対する混合ワクチン、製剤である。日本では、2012年11月に導入された。DPT-IPV とも表記される。予防接種法に基づいて接種される定期予防接種に用いられる。従来の3種混合ワクチンにポリオワクチンを加えた製剤であるが、ポリオワクチン成分が経口性ワクチンとは異なり、不活化ワクチンを用いたポリオワクチンとなっている。2012年8月以降に誕生した子、これまでに3種混合ワクチンやポリオワクチンを接種していない場合には、4種混合ワクチンを接種することとなった。中、DU、D 抗原単位ただし不活化ポリオウイルスは、テトラビックとクアトロバックが、生敏株、スクエアキッズが、野生株由来の創薬ワクチンで、米ロ細胞で培養増殖させ、得られたウイルス浮遊液を濃縮、生成した後に不活化し、混合したもの。干渉、頭頂化。pH 調節、アジュバント、安定、希釈剤として。ありがとうございます。